ゲーム、アニメ、漫画、音楽、e カルチャーを愛するすべての人へ、ゾーン体験しよう。で、エナジードリンク、ゾーンって何者？本番いきます。このマーク、皆さん、何か見覚えがありませんか？こうすると、ピンとくる方、おりますでしょうか？カメラ OK、音 OK、役者 OK、用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。こちらを紹介していきたいと思います。ゾーンエナジードリンクです。で、エナジードリンクといえばですね、モンスターレッドブルというものがですね、結構皆さんおなじみかと思いますが、そういったエナジードリンクに続く飲み物がこちら、昨年発売されたばかりのゾーン。商品名のゾーンというものはですね、スポーツ選手が試合中に好成績を残した時に、おい、あいつゾーン入りやがったぞと表現することからこの名前が名付けられました。このマーク、皆さん何か見覚えがありませんか？こうするとピンとくる方おりますでしょうか？そう、パソコンの電源マーク。パッケージもですね、国産飲料としては初めての真っ黒なもの。ま、裏はですね、こういったシルバーになっているのですが、真っ黒です。かっこいいよね。このゾーンのコンセプトとしては、モニターと向き合うすべての人に最高の没入とパフォーマンスを誰でも手軽に取り入れることができるデジタル新世代のエナジードリンクです。ゾーンの担当者はこう語りました。10代、20代の方々は、パソコンやタブレット、スマートフォンに囲まれているデジタルネイティブであり、モニターの従事者と言えます。仕事では無我夢中にやり終えたい。遊びでは今この瞬間を全力で楽しみたい。という声が多く寄せられ、没入状態を切り離したくない。というですね、ニーズをもとに、こちらが開発されました。こちらですね、デジタルというわけでですね、e カルチャーを作るクリエイターとコラボをしております。まだ発売して1年も経ってないのですが、こんな感じ。VTuber でチャンネル登録者292万人のキズナアイさん、小説を音楽にする最近急上昇の夜遊びさん。なお、夜遊びさんはこちらのゾーンとコラボ曲というものを作っておりまして、ハルジオンという曲ですね。こちらすでにやばいです。他にもですね、他にもっていうか、もう公式アンバサダーのゾンコキャラクターも生まれております。でも Twitter も稼働してるそうです。でですね、こちら飲み物なんですよ。味はどうなんだって気になりませんか？監督もですね、このデザインにすごい惚れて買った一人です。そう、これはインテリアじゃないんです。飲み物です。ちゃんと飲みましょうというわけでですね、エナジードリンクって言ってもですね、まあ、たくさん種類は出ておりますが、こちらがですね、特に推していますのが、カフェインによる覚醒、速攻型のブドウ糖、持続型のパラチノース、この3つが多く含まれております。ホームページを見ますと、インパクトのある独自テイストで、喉越しの良さが癖になるエナジードリンクらしいです。あとですね、思ったんですけども、このパッケージなんですが結構でかいんですよ。なんとこちら 500ml 500ml です。なぜこんな大きく作ったかと言いますと、実はこちらよく見てほしいんですけども、バージョン139と書かれているのをご覧いただけましたでしょうか。なんとこちらバージョンアップをしております。作業中なので量は多い方がいい、多い時は2本まとめて買うのでコスパがいいという意見が多く寄せられまして、 91% が飲み切ったというわけで、この 500ml で正式販売されました。実はこちらがですね、発売される前に 1.00 というものが発売されております。もっとインパクトが欲しい、もっとエナジー感が欲しいということで、味がですね、改良されております。2020年5月12日にゾーンとして正式販売されております。バージョン 1.00 の時に寄せられた意見なんですが、カフェインとアレルギンが増量されまして、よりエッジの効いた味わいになっているそうです。その他にもですね、こちらのみではなく様々なですね、種類が発売されました。最新作はですね、2020年2月に発売されました、こちらユートピア。はい、もう出ておりまして、今ですねガンガン上がっているエナジードリンクと言われております。価格はですね、店舗によりますが190円。見た限りコンビニに行くと必ずこいつが売ってました。まあ、でかくて黒いんですぐ目を引きます。はい、というわけでですね、今回はこちらエナジードリンクゾーンを紹介させていただきました。実はですね、監督こちらゾーンっていうものをですね、全く知らなかったんですが、知ったきっかけがですね、3、2、1、パッケージが変わりました。どこが変わったか分かりますでしょうか。
はい、というわけでこちら、同じ商品なんですよね。バージョンも139なんですよね。上の方をまず見ていただきますと、Netflix と書かれております。で、横を回してみますと、はい、来たー！こちら、激推しの Netflix ドラマ。今の国のアリスとコラボしていました。そう、コンビニ入ったらですね、黒いから目がいっちゃうんですよね。で、今の国のアリスじゃんというわけでですね、こちら購入しちゃいました。まあ動画を作るきっかけとなりました。こちらのですね、今の国のアリスはですね、期間限定商品で、監督が見る限りもうすでに売っておりませんでした。ゾーン飲んでいきたいと思います。うん、匂いはデカビタ覚醒。おお、炭酸が効いてる。なんか飲んだ印象としては甘いなっていう感じはしました。でもめっちゃ甘いっていうわけではなく、そう、デカビタに近い。デカビタ好きな人はもうぜひおすすめです。うん、美味しい。うん、全然減ってないけど500で正解かもしれませんね。確かに癖になるかもしれない。黒いからですね、中どうなってるか分かんないと思うんですけども、コップに入れたいと思います。こちらちょっとオシャンティーなコップでは入れてみたいと思います。はい、もうデカビタですね。はい、結構シュワシュワいってます。うん、デカビタ非常に飲みやすいです。ただ甘いの苦手な人は苦手かもしれませんが、オロナミン C とか味がとても似ているかと思います。パッケージがなんか黒くて、なんかこれやばい味するんじゃないと思ったんですけども、中身はですね非常に飲みやすいです。逆に飲みやすいでグビグビいっちゃいそう。ただですね、これネットフリックス宣伝しますよって告知じゃなくて、ここを見ますとゲームがあります。はい、こちらオンラインゲーム会場はこちらと書かれておりますので、ちょっとゲーム入っていきたいと思います。ゲーム入りました。このチャンネルではですね、自分の好きなものをおすすめしたい商品などを紹介しておりますので、ぜひ他の動画もご覧ください。というわけで、監督ラボの監督でした。ではまた次の動画で会いましょう。はい、というわけでですね、今現行で発売されてますこの5巻をですね、飲み比べていきたいと思います。ではですね、早速なんですが、まあ色も見たいというわけでですね、こちらに、グラスを5本買ってきました。わーうち